このコーナーは椎名ちゃん出演者の椎名めぐみと北川風花、スタッフの越前定子の3人が秋田市中心市街地の飲食店を食べ歩きしながら街ブラします。今回はティールーム等にお邪魔します。うん、美味しい。ピスタチオ感もある。あ、すごい、結構濃いピスタチオ。うん、どんな感じなんだろう、濃いピスタチオ。なんかね、大体バニラに負けるのが多いと思ってたんだけど、なんかね、ピスタチオが主張してバニラが、濃厚。バニラ負けて、ピスタチオが濃くて、美味しいミルクレープ。それはそれは。いや、いい時間ですね。ねえ、これは最高。暮れてゆく、秋田のね、あら、夕方を感じながら、うん、ちょっと外の空気も感じながら、お茶を、コーヒーを、そしてもうなくなるっていうね。見てた景色、景色見てた。あれ、クレープしか見てなかったじゃない。このミルクレープしか見てた。見てた。うまいね。ほんと、おいしいな、これ。フレンチだったら泣いてるの、シェフ。シェフがね、ちょっと手間暇かけて出した。でも、ある意味、正解なのかもしれない、このていちゃんのスタイルが。この欲望に正直な。気持ちがいいぐらいゆっくり食べますね。食べましたね。なんかそばつゆ見えてきたわ、さっきの。似てるね、似てる。そして一気。ごっつさんでした。やりかった。ごっつさんでした。ごっつさんでした。これ女子の、なんかこうね。ね、番組美味しかったですね。あ、そう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 。うわ。今回書いてる場合じゃないんですよ。美味しかったです、ね。でこれはね、ミルク。ミルクだと？ね、基本ブラック。ただお腹の中でね、同じことになっちゃうんですけど、これね、美味しいミルクだと思うんですよ。別口で、はい。これで美味しいミルクの飲み方ですね。そう、うっすらの、このシロップの入れ物もあるんですか？あります。こちらのガムシロップの、こちらのガラスの方のシロップは本来醤油差し、醤油差しだったんだ。はい、お醤油差しを、まあ、当店ではガムシロップとして、はい、使ってますね。はい、透明感があって、ね、ガラスの感じもこうあって、いいね。ね、綺麗だね、シロップ入れるのも。いい使い方って感じ。これなんか上のランプとかもね、照らされて綺麗だね。そう、素敵ですね。ガラスってさ、その環境によってこう見方が変わるじゃないですか。暗がりとか明るさとかによって。確かに。本当楽しいよね。ね、っていうか綺麗ね、これ。で中のシロップがね、ものすごく美味しそうに見えてる。これ水じゃない、シロップなんだなと思ったら、うわ、美味しいだろうなって感じ。ザって言ったらザはいかない、ザはいかないわ、ザはいかない。美味しそうですね、これ。綺麗だねって話だったんだけどさ。で、こんな大量にガムシロが入ってるって、なんか夢のような。次回も3人が街を盛り上げます。